玄米食べるとめっちゃヘイ出る。マジで。いや、わかる、こっち。わかるわかる。最近玄米ご飯をずっとしてるんで。ああ、健康的で。トップトップ出ます。マジで。本当に。はい、ゆってぃチャンネル。はい、ということですね。今回はですね、沖縄に来ております。はい、横にはね、誰かいますね、本当にね。ヒヨさんです。もう、ゆってぃチャンネルのね、視聴者の皆さん、はじめまして。そうですね、こうやって出るのは、ヒヨさん初めてですね。初じゃないですか、ゆってぃチャンネルは。一番最初にロンズが始まったか、始まる前かぐらいに。そうだ、始まる前。宿と、一心と、うん、3人で撮った時に、はいはい、多分その時に俺がジジイ呼ばわりしたの初めてかな、多分。もっとクソジジイですねみたいな話をしたのが僕の記憶ではありますね。ロンズチャンネルではね、たくさん僕も出てるんですけど、うん、ゆってぃチャンネルでロンズのこと実は一回もなんか喋ったことないんですよ。っていうので、ロンズチャンネルだとね、ちょっと公式活動だから、うん、言いにくいこともね、はい、あると思うんで、言いにくいってちょっとあれだね、語弊がありますけど、まあ、ゆってぃチャンネルはね、もう僕個人でやってますから、裏話とかね、ちょっと今までの始まってから今現在みたいなのをちょっとこう思い出語り、うん、ちょっと斬新な風景で、キヨさんがね、こうしたらどうだって言うから、初めてキヨさんの意見採用した。いや、ほんとほんと初めて採用された。まあ、僕謙虚なんで、人の意見ちゃんと聞く人なんで。はい、レッツーバンバン。よし、遅れた、大丈夫です。よろしく頼むぞ。はい、ということでですね、まあ、ロンズについてというか、どうですか。そうですね、まずあれですね、もうこの位置が定着しましたよね。まあまあまあ、ロンズといえば肩につくで、僕がなぜか大きく見えるらしいですね。いつもこうじゃだからじゃないですか。実際はこんな感じなんです。そうそう、キヨさん並ぶと全然大きいのだけど、僕がいつもこう下についてるから、ああちっちゃいってね。どこ行っても言われますよね。はい、あれユッティさん意外とちっちゃいっすね。あれキヨさん大きくないっすか。 いつも皆さんに言われます。どうですか、僕は出会った頃と今とでは多分印象がだいぶ違うじゃないですか。出会った頃は、まあ、イッシーから予備知識をいろいろもらってはいたんですよ。ちょっと予備知識って予備知識、余計な知識ですよ、あの人。何言ってたんですか、そんな。よ、え、あのユッティはもうプロの芸人気質だから、だからあのオンとオフがはっきりしてる。カメラが回るとオンになるけど、カメラが切れるとスッとオフになる。まあそうっすね。割とあの人見知りだからっていうことも言われてて、で仲良くなると喋るんだけど、それまでは喋らない、これも聞いてたんで。で最初の初手はどうでしたか、出会った。そうっすね、やっぱ全然ぶっきらぼうな感じに、でもまあそういう人もいるのかなって、うんうんうん、あんま喋んないけど、じゃあこっちから喋りゃいいやと。今はどうですか。結構ね、早い段階で変わりましたよね、はい、もうすぐねジジイって言い始めた。それがもう早い。あ、でもユッティさんと一心の絡みを見てたから、あ、はいはいはい、そう、心の準備はできてたんで。まあジジイポンコツ1号2号ですからね。いつの間にかね2号にされて。うわいいね、こういう方。やめてよ。波が荒くなってきた。おい、カメラが。ちょっと待ってください。あのね、でもね、出会う前、やっぱユッティさんってもう YouTuber だし、インスタグラマーだし、いやー、こんな有名な人らと一緒にできんのかなって思ってました。いやいやいや、うん、それ周りが勝手に仕立ててただけですよ。でもユッティチャンネルのあのこだわりの作り方とかね、やっぱすごいなって思いますよね。こだわりないっすよ。ええー、本当ですか。ナイスナイスナイス。めっちゃ上手。だって視聴者の皆さん絶対思ってますよ。だから、笑顔は届きたいっていう。うん。ね、いろんなチュートリアル出してる動画の方いらっしゃると思いますけど、はい、僕はやっぱ笑顔が欲しいなっていうのがあるんで、うん、ああいう感じにしてますね。オフになると笑顔消えますよ。うん。酒飲みと動画撮ってる時以外は無です。本当、オンとオフがすごい。いやー、でも京沢式ロンドンもね、僕は最初、まあ、イッシーから2年前の5月、はい、4月か、沖縄に来た時に誘われて、うん、もしかしたらやるかもっていうので言われてて、あ、全然やりますよっていうところから、半年ぐらいかな、うん、11月ぐらいかな、本格的に、はい、10月か。僕もまさかここまでやるとは思ってなかったので。いいよ、本当っすね、はい、ここまで関わるとも思ってなかったし、うん、ただ練習行ってただサッカーやるだけって思ってたんで、
まさかね。今やね、全国をね、一緒に、この夏もやばいっすもんね。キヨさんが桃太郎と俺キジぐらいの、そんなことない、そんなことない。立場でやってるんで。でも支配されてますよ。あの、僕らが。支配されてるってどういうことですか？あのね、おじさんたちをね、コロコロ手のひらで転がすんですよ、この人。まあまあまあ、そういうの得意ですね。昨日の前夜祭でもね、沖縄のご招待してくださってるチームのね、代表者の方をコロ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 、もう50近い方をね、転がすんですよ。やっさん見てる？やっさん。まあそんなこんなで共済式ロンド、最初と今のこう手応えみたいな。これ想像してたのとどうですか？想像してたのより、やっぱり全然現実は違う感じで進んでます。それはいい方悪い方？悪い方は一切ないです。いい方なんですよ。いい方なんだけど、こういう形で進むのかと。だから計画を変更していかないといけないっていう、当初こういう感じで進めたいけどちょっと実際は違ったな。そうなんですよ、ね、ただやっぱユッティさんはじめね、イッシーとか他のメンバーの皆さんのご協力があって、うん、そうやって方向転換しなきゃいけないのに、なんだかんだどんずん壁もあったじゃないですか、いろいろと、いろんな壁がね。だけどちゃんとね、皆さんのご協力で乗り越えてこれて、はいはい、一番ね、大変だったのの一つとして、やっぱちょっと経済的な、そこの部分も、あんまり YouTube ではね、出さないけど、いろいろとやっぱりね、大変なところあったんで、うん、もちろんご協賛いただいた方もそうだし、ユッティさんも含めてですよ。ユッティさんね、ほんとね、これまでね、ちょっとユッティチャンネルだから言う。お。あのね、ほとんどボランティアに近い形で協力してくれてるんですよ。ねえ、今は違うけど。うん、今は、ちょっとね、対価とまでいかないけど、うん、ちょっとつけれるようになったんで、お話しした上で今、プロデューサーやってもらってるんですよね、僕の。だから支配してるんですよ、そうなんです。メソッドとかのところには一切口出しはね、僕はしてないんですけど、うん、裏のところまでね、そう、ライブ配信やってもらったりとか、ちょっとキヨさんも痩せてきてるんですよ、実はね。あ、そう。もうちょっと痩せるから。はい。はい、ここら辺変わったでしょ。そうだからね、前までね、もっと余裕がなかった。ピチーってしてて、同じサイズなのよ。比べてみて、6ヶ月前ぐらいのロンズの動画を、パツパツだから。でも本当なんだろう、去年はサボってたんですよ、うん。セットアップ1のもう半分ぐらいで足つりそうになって、ユッティさんやってみたいな。それ良くないだろうって僕は前から思ってたんで。反発たんでね、もう破壊されて。いやいや、俺主役じゃないよ。でもなんかちゃんとしっかり走ってるみたいなんで、はい、まあそれがね、指導のところでちゃんと生きて、はい、最後までやりきってたんで、熊本は。ただ空港で足つるっていう。バカおもろい、あれは。ダダ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 して、もうや。突然崩れ落ちて。飛行機乗るかなーって、これ俺も仕事しながら、そう。待ってた。いきなり、うわわわわみたいな、もう。いやいやっつって、桃裏ですよ、桃裏。ずっと謝っていいんですよ、こうやって。あれもう動けない感じ。そうそうそう、やめてと思って。足つってる人見るとどうしていいかわかんないですよ。助けられないもん。サッカー見てください、グラウンドでこうやってやってるんです。それだって寝れないじゃん。空港だから、ね、そう。それだってサッカーをやるよ俺だって。ここでいじり始めたか。なんか結構さらっと流したなぐらいで思ってたんですけどね。僕はもういっぱいあるからね、ネタが。キヨさんもね、こうやって僕いじるでしょ、まあ、こうやって心よくさ、まあ、許してくれるじゃないけど、受けてくれるからね、僕もこうやって関係性を作れるっていう。まあこれは一心じじいも一緒なんで。じじい。まあ僕こういう風な感じなんでね、わかんない。生意気にも見えてしまうかもしれないですけど、うん、俺はこういう人間なんでね。僕を許してくれないと一緒に仕事できないので、うん、あのね、口が悪いだけだから。人間性悪くないから。あ、そうだ。分かるから、そのうち、うん、だから口が悪いって言えばいいんですよ。全然ロンズの話がずれてる、出てこない。いらん話ばっかり。ゆてぃが深い。一番ロンズやってて、うん、何が想定外でした？まずね、サッカーそのもので言えば、ロンズメンバーは、やっぱり一人一人が、それぞれが有名なインフルエンサーの方々で、実際のサッカーやフットサルの世界でも、プロだったりっていうメンバーばかりじゃないですか。はい、中には代表経験を持ってる人もいるわけで、うん、まず最初びっくりしたのが、ボールから目が離せないっていうのは、やっぱこのレベルの人たちでも、同じなんだなって。確かに。そう。目上げろって言っても。そう。
やっちゃうからね。実質ユッティさんだけだったっていうね。あ、そういう言い方したらあれですけど、あの、まあ、今は違うから、やっぱりね、多くのメンバーがボールから目離し、目、あの、顔上げてって言っても、目がこう下向いてるんですよ。フォームは、はいはい、フォームはこうやってんだけど、はいはい、目線をこうやって上げれないっていう。なるほどな。セットアップでも、まず一番最初にセットするじゃないですか。目線の高さを、はい、うん。あれ大事だからね。意外にそこだったんですね。もう一つありますよね、ユッティさん。ユッティさんはもう日頃からこう一緒に歩いてると、この沖縄、今回来る時もそうだし、常にゲート見てるんですよ。ユイレール並んでる時とかもね、あそこディフェンス2に行ったらあそこ取れるからとか、あの人はあそこで今ゲート入ってきたけど、あれ突っ込みすぎとか、常にイメージしてるんですよね。プライベートバラされたし。ごめんなさい。信号待ちしてて、こうやって、人がこうやって立ってたんですよ。信号待ちしてて。そう。で、俺らこうやってゲートの真ん中に行って。そう。で、そしたら出口にスッて入ってきた人もいて。そう。なんかそういう話をね、しながら。そうそうそう。プライベートでもそういう話してるんですよ。ね、あ、今ゲート開いてますね。そう。あの、電車もこうやってスーッて開いた時ね、あの、どっから乗るかっていうね。こう行かないから。こう行くから。あの、必ずコンドクション入れるんですよね。あ、そうそう。遠目から歩いていくって、はい、運んでいくって、はい、だけどね、多分ね、そこの差も出てんのかな。ユッティさんね、あの、素直に受け止めてくれたんです。そういった言葉とか、あの、これをやろうっていうことを、うん、だから、あの、比較的ユッティさんはスーッと入ったんだけど、多くのメンバーがやっぱり抵抗ありますよね。あります、あります。うん、あの、聞いたこともない、やったことない、何これみたいなことばっかだから。あれもそうですよね。ゲートの奥見てって言っても、ゲートのこう外見るんですよね、こうやってね。そうですね。こうですね。で、ユッティチャンネルだからちょっと言わせてもらいますけど、一個。あの、僕ね、ずっと変えたいのが、これ、はい、皆さん無意識なんですよ。無意識なんだけど、試合中も、サッカーの試合中も、あの、ブロックとかゲートに対していつもこうやって横向いてプレーしてるんですよ。あの、横っていうのは、中じゃなくて外。はいはいはい。で、ボールが動くのも、ドリブルするのも、外にプレーしてる。で、それ結構皆さんね、あの、気づいていらっしゃらない。ロンズレベルのメンバーだと気づかせればすぐわかると思ったんですよ。外向きが中向きに変わると。ロンドって、あの、圧縮から入るんです。今でこそね、あの、ユッティさんすごいわかっていただけるけど、圧縮するから、だから、あの、外も開くわけで、で、圧縮が遅れてたらそのままスルッと中からも行けるわけで、で、今でこそその現象が分かってくれてるんですけど、うん、中へプレーするって意識がないと、ロンドのスタイルの現象って出てこないじゃないですか。出ないですね。だから優先順位が変えろってことですよね、うん、だから。そういうことです。みんな勘違いするのが、だから外がダメっていうふうに、なんか刷り込まれちゃうんですよね。うん、そう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 。謎に。うん、外からやってたのを優先順位をこっちにしてから、そうです。選びなさいねっていう話をしてる、うん。要は判断基準を作ったんですよ。ベースですよね。だからベースを変えてるんですよ、ね、うん。そう、オートマチックに外からやるんじゃなくて、中を判断基準に、中から行くか外から行くかって、そこを選んでくださいっていうことを伝えてたんですね。で、ロンズメンバー。やっぱりね、これが中に変わらなかったんです。確かにすっげえ時間かかってました、ね。はい。で、あの、気づいてるのが、今でこそもう一回言います。あの、ほぼユッティさんだけだったんです。それはちょっと助けられました。一人気づいてくれてるから、言ってくれるんですよね。僕が一人で言ってもユッティさんよく言うじゃないですか。自分で言っちゃうからなって。説得力ないからさ。そう。やっぱね、人は助けてもらわないとね、うん、無理だから。一人じゃ何もできないから。そう。限界がある。自分で YouTube やってても思う。ユッティチャンネルだけやってて。うん。うん、まあ、ブラッシュアップもね、ありますけど、うん、やっぱ2人とか3人とか入れた方がいいですもん。はい。だから、まさかのね、まさかの。あの、オフの時は、ぶっきばらぼうな、ユッティさんが、そういう役割になってくれるとはっていうね、驚きですよね。まあ、人、今、まあ、これ言ってなかったかもしれないですけど、はい、我慢できなかったんです、俺が。もう。同じ練習やりすぎて。練習は違うじゃないですか。あの、言ってることが同じなんですよ、ね。そうそうそう、シチュエーションが変わって。はい。え、なんか同じこと言わせてるのっていうのが我慢できなくて、うん、同じこと言ってるのになんで皆さんやらないんだろうなっていう意識から、うん、多分ね、ずっともう、6回、7回ぐらい、練習は違えど、うん、同じこと言ってたんで、うんうんうん、だから言っちゃったっていう。俺が出しゃばったっていう。いや、ここ見るんすよ、って、うん、みんなにね。同じこと何回も言われてますよ、うん、っ
ていう感じでやってたんです。本当に本当に。ね、ありましたよね。はい。うん。なんか同じこと言われてんのみたいなね。バカにしてんのかっつって。でしゃばっていいのかね、わからなかったんですけども、まあまあいいやと思って。だって進まないんだもんっていう。ただ、裏話としてはね、ユッティさんね、あの練習中ね、何も喋らなくて黙々と聞いてるんですよ。で、人に言ってることを、説明してることを、ちょっと違った現象をこう修正してるとこを全部黙々と聞いてるんですよ。うん。ただし、あの、口の悪さと一緒に聞く態度もこうやって悪かったりするときあるんですけど、こうやってやってたり、全部聞いてるんですよ。で、見るとこ見てるんですよ。話長いんだもん。確かに。あれさ、ロンズのチャンネルはさ、切ってるでしょ？あれ10分ぐらい話してんだもん。最初ね。それはこうなるって。もうやろうぜ、つって。確かに。ヨウさんね、多分準備してる、一生懸命準備ね、喋りたいこと準備してるんですけど、そう。もう3分にしてるし、うん。そしたら俺もこうやって聞くから。そうね、だからコメントで書かれるんでしょ？知らん、見てないから。別にいいし。あの、本質を見てください。僕の聞いてる態度とか気にしなくていいから。あ、そう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 。うん、あのね、ちゃんと聞くべきとこ聞いてるから。そう、うん、動画だからカットされてんねん。そうそうそう。うん。だから編集してる人が悪いや、この野郎、つって。頼むよ、ね、あと一ついいですか？あの、アンチの人たちの話していいですか？アンチっていうか、まあ、批判的なね。あ、否定的な。あ、そうそうそう。うん、実際、もっとあると思ってたんですよ。ゲートってあるじゃないですか。で、ゲートって横並びになるわけで、この、例えば、試合中こんな横並びなんてないっていうのが絶対たくさん出るだろうなと思ったんですよ。絶対チャレンジ&カバー、あー、はい、入るわけだからとか言ってね。最初からそういうの想定してたんですよ。なんでかって言ったら20年間研究時代ずっとそれ言われてたんで。意外にありがたくてほとんど来ない。表面上はね、わ、うん、まあ、かんないですよ。あの、世の中全部見たら。まあ、あったらわかんないですけどね。うん。ね、一時あの、パンダ兄弟ドーンって出た時には、はい、あの、まあ、ツイッターで何十万回再生ってあの、うん、ゲート批判の話。で、あの、ユッティさんよく言う炎上商法みたいなのがやってる人が出てきて、ってのもありましたけど、ゲートなんかありえないっていうね、話でね。どうです実際そこは、ユッティさん。あの、別にその人たちの考えを否定するわけじゃないですけど。だから、フットサルやってたから、そこは全然、うん、あ、そう、当たり前っていうか。そうっすよね。で、ゲートって、あの、1対1ではそれありえないですけど、あ、そうっすね。あの、2人いたら、常にここもゲートだし、チャレカバ入ったとしてもここにゲートできるし、うん、で、もしかしたら、あの、ボール持ってしか、ボール持ってゲート取ることしか考えてないと、そこにアイデアが膨らまないかもしれないんですけど、はい、オフザボールもすごい入るじゃないですか。はい、あります、あります。うん、結局、どういう角度であれ、ゲートって絶対生まれますよね。生まれます。で、試合中サッカーなんて11人いるし、フットサルと違って、ビャーって動き回ってるわけじゃないから、サッカー選手で結構止まって立ってる、ブロック作って、あの、ブロックって、止まったまんまですよね。止まったまんまですね。めっちゃゲート取りやすいですよね、はい。横のゲートも縦のゲートも。だから、レアルとドルトムントのチャンピオンズリーグの決勝で、トニー・クロースがやばかったんですよ。ずーっとゲートにいるの。ゲートの前、スタートポジションに、こう、うん、ここにいるんですよ、トニー・クロースは。ずっと90分間。で、しかもミスしたの1回だけ。で、全部安定させてるんですよね。レアルの攻撃を。まあ、皆さん多分ビニシウスとかロドリゴとかベリンガムとかそういう人たち見ると思うんですけど、やつらめっちゃミスしてるからね。そう。前半どんだけミスしてんねんっていう。ビニシウスなんてね。うん。ミスしかしてなかった。うまいよ。でもあれ10回に1回のプレーだからね。まあわかるよ。10回に1回のプレー出してるからいいじゃんって声も生まれるかもしれないけども、いや、トニークロースだったな。いや、だからそこの、もう本当ね、そこが見えてるっていうのが、ユッティさんまたすごい変わったんじゃないかなって、変わったのかどうかわかんないけど、元から持ってんのかね。久しぶりにサッカー見て楽しいと思いましたね。うん、で、やっぱそこからのカマビンガが出口に向かいに。またそれ。すごいよ、この話好きだもん。カマビンガってフランスの若いっすよ、ね、うん。そう、若い。左利きかな、うん、うん。もうこいつ、もうクロースとそいつらでもずっとこうゲート取り合ってて、こう。バッチリですよね。で、カマビンが出口で迎えに行って、前向いたり、ターンターンってダイレクトで折り返したりとか、もういろんなことして。あの二人でも作っちゃうって感じですね。で、前線の三人で壊しちゃうみたいなね。うん。レアルはね。はい。いや、もうほんと見てみてください。ちゃんと90分通して見てみてください。俺90分ずっとクロース見てたんだよ。
ちょっと批判的だった人も分かると思います。あれでも批判してくるんだったらそれまでかな。はい。俺が言っとく、それまで、うん、いい、それぐらいのサッカー感でしかないなっていう。その議論するのはいいんだけど、やっぱこう人の話を聞いて、ああなるほどなっていうものがないと新しいものを得られないからね。うん、本当に。ああそれは思う、マジで、うん、いや自分の理論が正しいのはいいんですけど、うんうん、それでいいんじゃないって思うし、自分のその何なんだ貫けばいいかなって思うんで、うん、別に共済式論とか一つだけじゃないからね、うん、サッカーはさ。そうです。ボーンって切るサッカーもサッカーなんでしょ。そうです。いいと思いますよ、うん、それはそれ。ユッティでーす。じゃあちょっと人も多くなってきたね。最後そうですね。ロンズメンバーで一番成長した人誰ですか。いや間違いない。ゼロから。え、ゼロから。俺なしにしましょう。うん、あのね、大体ね、もうみんなまんべんなく同じような感じかなとは思ってるんですけれど、うん、そういった意味では、あの心の成長っていう部分で僕はキャプテンの、あ、こう言っちゃ、あの上から目線じゃないですよ。上から目線じゃないですよ。キャプテンの石井と、あとオマ。おお。やっぱ彼らはボールを扱うテクニックに対して彼らは彼らのプライドがあるわけですよ。うん、これは僕も分かってるんですよ、ちゃんと、はいはいはい。うん、で素晴らしいもの持ってるじゃないですか。ただあのそのロンドスタイルっていう戦い方においてはそこを一回捨てないといけない部分もあるわけじゃないですか、うん、はい、必ず後から戻ってくるんですけど、はい、その、 あの培ってるものを出していく場面が、ただ、そういったところだとか、あと、サッカーとかフットサル、まあフットサルのこと僕はあんま語れないですけど、あのやっぱオフザボール大事じゃないですか。大事っすね、うん、だから対ボールだけじゃないよっていうところも、うん、やっぱりすごく彼らには知ってほしくて、うん、オフザボールの方がより大事だっていうのがロンドスタイルなんで、そういった意味でそこの大切さとかも、で自分のポジショニングの、あ、これ皆さんね、あの絶対あの2人をある意味ちょっと尊敬してください。自分のポジショニングの悪さ、動きの悪さとかも今彼ら認めてるんですよ、うん、で分かってるんですよ。ああ今間違えた、で今ここ行っちゃダメだった、こっちだったなとか、うん、そういった意味であの二人の心の成長が本当僕素晴らしいなと思ってます、うん、あの年で。はい、いかがでしたでしょうか。はい、ちょっとね人も増えてきたんで、うん、はい、まあ、ちょっとこういった語りをキョウさんとしたことなかったんで、うん、はい、まあ、せっかくのね時間がある機会だったんでどうかなと思ったんで、どうですか。いやー、ユッティチャンネルにあの出演させていただいてありがとうございます。もう本当光栄です。いやいや、もう長々細々やってるだけなんで。はい、まあ、そんな感じでロンズチャンネル、あの、はい、チャンネル登録してもらえばいいかなと思いますんで、お願いします。はい、まあ、これちょっといつ出るか分かんないんだけど、はい、早くは出したいんだけどね、もう今他のことで手一杯でね、ユッティチャンネルも今もうまばらで投稿してるから、ちょっと楽しみにいろいろね、また動画も撮っていきますんで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。晒し方についてちょっと教えてほしいと、これについてちょっと教えてほしいということだったんで、晒しの技術をね、ただこうやって当てにいってるんじゃなくて、ちょっとこういう感じで当てにいってる、ちょっとこれ大げさにやってるよ。